場はセミファイナルでございます。タッグマッチでお楽しみいただきましょう。神取忍、半田美紀組対パレー斉藤、北村真美の対決、45分の一本勝負であります。さあ出てまいりました。チームリーダー同士神取対ハーレーの対決も見どころいっぱいかと思います。それから半田対北村の対決も出世争いにしのぎを削っているだけに絶対に譲れない勝負になるでありましょう。さあ相手チームハーレー斉藤、そして北村真美であります。どういう表情で入場してまいりますか。ハーレー斉藤選手は大田区体育館の大会におきまして頭を7針縫うという傷を負いましたけれども元気に復活してまいりました。まさに不死身の実力者でございます。さあその先頭は北村真美、その後ろにハーレー斉藤がいます。前回まではハレー斉藤というリングネームでありましたが今夜からハーレーに改名いたしました。非常にパワフルな若駒半田美紀、ご存知神取忍女王です。とてもワイルドな魅力であります北村真美。第2戦でありますハーレー斉藤、45分の一本勝負。さあ両選手の表情からちょっと見てみましょう。神取忍はハーレー斉藤の目線を外しません。そして半田美紀の方はやはり北村を相当睨んでいるようであります。さあ睨み返しましたのが北村真美とハーレー斉藤、綺麗な握手を交わしました。さあ勝負は半田美紀を取る、うまく援護した神取忍がまず相手を打ち砕きました。そして今ゴングが鳴りましてハーレー斉藤もツーパーの攻撃、北村真美の攻撃を待っておりました。さあ両選手いい攻撃を見せます。まずはジャーマンスプレックスホールド、ハーレー斉藤、ハーレー斉藤対神取忍の対決からどうやら始まりそうであります。さあこの対決ですけれども、はい、この組み合わせこそまあ、ジャパン女子プロレス JWP のストロング女子プロレスの本領を試合と見ていいでしょうね。そうですね、北村と半田というのが今、はい、盛んにのあの非常に乗ってますからね、この2月にあの WCW のテリトリーを、はい、ずっとあの歩いてきましたしね。アメリカ仕込みですね、さあこの対決が面白い北村真美と半田美紀の対決、一回り二回り体が両選手非常に大きくなってまいりました、やはり自信がついたせいでありましょう。充実してきましたね。充実してきましたね、はい、さあ今度は半田を担ぎ上げようという北村真美。さあショートカットの方が北村真美であります。両選手黒い、まあ、ウェアをつけておりますのでちょっと判明しにくいかと思いますがロングヘアが半田美紀であります。ショートカットが北村真美であります。さあ今度は北村真美のドロップキック鮮やか、神取忍のバストを捉えました。そしてブルドキングヘッドロック、しかし打たせません。おお、ハーレー斉藤の顔面に北村真美を打ちつけました。すごい攻撃、さすが神取、女王の貫禄十分、相手の動きをじっと見つめておりました。得意の裸締め殺法神取忍、これに半田美紀がフォロー、いい攻撃一発でこれで相手をギブアップさせるか、これで落とすかもしれません、落とすかもしれません。強烈なスリーパーホールド。さあハーレー斉藤がその背中にサッカーボールキックを2連発打ちました。今度はエルボースマッシュ、エルボースマッシュ、思い切って体全体を浴びせます。ハーレー斉藤負けじと打ちまくる神取忍、神取忍対ハーレー斉藤の対決もこれまたビッグカード、いつ実現するんでありましょうか。神取が大きく場外に飛ばしてハーレー斉藤の背中を打ちつけました。反対側では北村真美と半田美紀がこれまでやり合っています。リング上誰もおりません、場外乱戦になりました。予想通りストロング女子プロレスの真髄、激しい試合になってまいりました。男性ファンはこのハードマッチ路線を非常に楽しみにしていたんです、まあ、JWP イデオロギーの、まあ、真髄が見られそうなそんなカードであります。荒れます、リング上荒れます。さあ場内が沸いてまいりました。再び半田美紀と北村真美がリングの中に入ってまいりました。さあ JWP のコーチ役大森ゆかりさん、はい、この半田美紀と北村はまさにこの今後 JWP を背負って立つような選手ですね。そうですね、それがやる気十分みたいな、やる気十分でね、いいですね。今なんか彼がなんかこの間の傷のところを抑えてますね、はい、そうですね、頭部7針縫っております、まだリングの中に復活することができるかどうか、苦しい。リングサイドエプロン、エプロン、エプロン、ちょっとカメラやってください。相当苦しい表情だ。
これがハーレー斉藤、出血を見たかもしれません。これがハーレー斉藤であります。ちょっと苦しい表情、戦線に復活できるのかどうかということになりますと、ハーレー負傷になりますと北村真美の、動きが非常に注目されますが、その北村真美が捕まってしまいました。さあ相手は半田美希、この半田美希も先ほど鈴木さんからご指摘がありましたようにアメリカ帰り、アメリカで弾みをつけました。今ちょっと伸び悩みというような評判も聞きますけれども、大きなきっかけさえつかめば女王の座もそう遠くはありません。半田美希、パワフルな半田に対しまして、これまたとてもワイルドな北村真美、両選手の対決、あ苦しいか。ちょっとハーレー斉藤がめったにこういう苦しい表情を見せないんでありますが、頭を抑え込んでおります。やはりゆかりちゃん、あれですね、7針縫うというのは重傷ですもんね。そうですね、麻痺はしたんでしょうけどもね、はい、やっぱりまだ傷口開く恐れがありますからね。傷口開くし、そこに汗でも入りますと染みますからね。そうですね、その分やっぱり半田に頑張ってもらわないとね、あ苦しい表情、今なんとかこらえております。このハーレー斉藤に今表情を変えました。さあ北村が一人で戦わなくてはなりません。さあカントリーひろく忍の鮮やかな攻撃、ロープに放り投げた北村、返り様エルボー、これは花柱を捉えた、負けておりません。北村、ハーレーも必死に手を伸ばす、届きません、これは届きません。さあここでカンドリシノブ出てまいりました。さあカンドリシノブのこの寝技、それから関節技、もう皆さんご存知の通りであります。瞬時の関節技、相手を葬る、まあ病の女殺し屋と呼ばれております。カンドリの代名詞になりました。サンミッションの女王カンドリから今度はハンドメキに配りました。なんて言ったらね、元柔道日本一をね、3年間も連続して取ったんですからね、はい、カンドリね、まあ、筋金入りですね、そしてファイトのその望む姿勢も非常に旺盛であります。カンドリ忍からハンダミキ、このカンドリあたりのその、レスリングにかける情熱みたいなものを絶対的に盗んでいきたいと言っておりましたハンダミキであります。大きな、まあ、壁にぶち当たっておりますけれども、ここを乗り越えればハンダミキもカンドリ忍の座に近づくことができます。今日はチームを作っております。さあ相手は北村真美だ、大きくボディアタック、相手を倒したお腹パーンと一線、そしてもう一回フレンドボディアタック、今度は抑え込むか、まだ抑え込まない、またボディ一戦、もう一回3回目、今度はしっかりと片指に抑えたカウントツッ、おー半田美希もなかなか余裕しゃくしゃくのレスリングを見せました。今度はバックドロップかアトミックか、あっとシュミット式振り子式のバックブリーカーに取りました、ワンハンドのバックブリーカーに取りました半田美希。どうですか今日ゆかりさん、半田美希は。そうですね、なかなかチェンジいける場面もあるんですけどもね、やっぱりハレをかばってるんでしょうかね、自分が結構出てますね。そうですね、今度はパワーボム、カンドリ忍ぶ2人がかりで、いや1人で抑え込んだハレ、ここでやっと間に合いました。しかし顔を歪めています、相当苦しいんでしょうハーレー斉藤。普通でしたら自分から出る選手ですがね、さあハーレーが今度は半田美希の髪の毛を使いました。今度は怒ったのはカンドリ忍。さあハーレー斉藤、また傷口が開くかもしれません。すごい空中からもう体を一転させてそのままバック転で取りました。北村真美、これまたちょっと男性プロレスラー顔負けの豪快な技を見せました。後ろに目がありません、それだけに非常に怖い、全く噛んで投げ切りましたこの北村真美であります。北村はですね、2月にあの WCW 遠征した時、WCW の、 あの代表のジムハードっていうのがいるんですが、ね、はい、これが非常に褒めてましたね。あそうですか、日本でも人気上昇中の北村真美であります。まさにゆかりさん、あれですね、北村真美はその本格派のレスラーというような感じがしますね。そうですね、さあその北村に今度は腕十字、うまい、これはうまい、腕十字でカウント2まであります。いやー瞬間出しました、腕十字うまくなりました北村真美です。もう名エベントまであと一歩、手が届きません北村。さあハーレーも必死で伸ばします、しかしタッチをさせません、カンドリ忍であります。さあ首を捉えました、フロントの攻撃を持ち上げて、すごいまさに野生的な攻撃、カンドリ忍であります。男性ファンも非常に多いカンドリ忍、まさにハード路線を行く JWP ナンバーワン。今度は体を預ける、その状態にのしかかった北村真美、ダイビングタッチ、ハーレー登場、すごいキックだ、すごいキックであります。今度は腕を取ってタイガースープレックスホールド、カウント、うわーっと、いやーよく行きましたね、タイガースープレックスホールド、ハーレー斉藤、技もハードです。もう一回今度はジャマンでいくか、背中越し半田美希のフォローがありました。ここで北村真美一気に
畳みかけますか。さあ北村対ハンドリシノブ、北村も負けておりません。ドラッグキック、いい角度で当たった。次なる技は何か。今度はライバルハンダミキを捉えて、おっとうまく首を取って回転させました。さあ首の辺りパンチ2戦3戦打ちまくります。ハンダミキの相手の体にまたがって、すごい形相でバカ野郎を走りながら強烈なパンチのダッシュ、すごいパンチのラッシュであります。プロレスの場合には拳で打ってはいけません。しかし相手のレフリングの隙を突いて打つことはまあ許されております。さあ赤もしっかりと狙っております。マーレーが回して、ハンドリシノブの首にエルボー、今度は上になっておりますのは北村。さあ非常にハイスピードで動き回ります4選手、まさに歯切れのいい JWP ストロング女子プロレスの新人、まさに女子プロレス絵巻でありましょうか。今のところ両選手全く隙がありません。今度はハンダがブレンバスター、そのままブレンバスターの形でオールドカウント3です。あーっと暗闇に崩しました。まあ明らかったですね、明らかったですね、ブレンバスターで首と手を離しませんでしたね。ブレンバスターホールドであります。まさかホール取られると思わなかったから、はい、彼もね、そうですね、カットに行かなかったと思うんですけど、ちょっと脳震盪状態の北村マミーでありますが、これは意外な技、ハンダミキブレンバスターホールドでいいですか、ゆかりさん。そうですね、首を捉えて、それから足首もしっかり離しませんでした。ハンダミキ、これはまたハンダミキにとりましては新しい技が出ました。フィッシャーマンズですか。結果的にはフィッシャーマンズになってるようですよ、ゆかりさん。あ、そうですか、はい、最後はフィッシャーマンズスープレックスホールド、8分53秒、ハンダミキであります。ちょっと意外な結末になりました。もう少し長引くのかなというような感じがいたしましたけれども、見事なハンダメキのとっさの判断、フィッシャーマンズスープレックスホールド、8分58秒であります。見事にライバル北村真美からピンフォールを取りました。